はい、今から4月14日、東京ファンミーティングということで、イリーナの方に投資してくださった方のお名前でいきたいと思います。まずは、ペッタン、ありがとう。はい、ということで、もう今回の私服めちゃくちゃ結構お姉さんチェックにして、してやりました。なんか東京の人ってさ、勝手にイリーナの偏見なんですけど、東京に住んでる女の子たちってみんな可愛いんですよ。で、めちゃくちゃ大人っぽいので、イリーナもお姉さんになりたいなと思って、こんな感じで、ちょっと大人めな、いい女になっちゃいました。って感じで、てったんに愛が届いてくれたら嬉しいなと思って、ハートを送ります。はい、もう、東京も大阪もどちらもファンミーティングできるなんて、本当にこんな幸せなことないですよね。本当にもう、てったんもよく遠征とかしてくれたりとか、めちゃくちゃ素敵ないい思い出、いっぱいあるので、てったんとの思い出も、これからもいっぱい更新していけたらなって思います。この時期も楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次が、かなちゃん。かなちゃん、ありがとう。はい、ということで、今回ね、いい女になりたくてですね、東京っていい女しかいないので、いい女になりたくて、なんかスタバとか持っちゃったりして、ちょっといい女にならせていただいたんですけど、実際そうではないんですけど、チキだけでもちょっといい女になりたくて、こんな感じにしました。何回言うねんって感じなんですけど、ほんまに、今回の衣装めちゃくちゃ大人っぽくできたんじゃないかなと思いました。あれ、自分今何歳だったっけなと思えるぐらい大人っぽくできたので、ちょっと嬉しかったなって思って、ちょっとまたいっぱい、そう、本当に、こういう服も着るんだよって証明できたのでよかったですね。てかもう本当にファンミーティング楽しすぎて、時間が過ぎるのあっという間すぎて、もういっぱいみんなとファンミーティングこれからもやり続けて、いっぱいみんなと仲良くなりたいって改めて思いましたね。はい。かなちゃんの中でも素敵な一日だったなと思えてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。はい、お次が、ゆきのちゃん、ありがとう。ねえ、本当にさ、ゆきのちゃんにさ、ファンミーティング一度でもいいから来てほしいなってめちゃくちゃ思いました。ここにゆきのちゃんとかいたら本当に幸せなんだろうなとか思いながら、このチェキを取ってました。今回、こういう私服でさ、会うことなんて、多分ゆきのちゃんは本当にいいなと出会ってからないと思うから、私服でね、会いたいなって思ったし、いいな、こういう服も着るんだよとか、結構いいね、大人っぽい服が結構好きで、年齢よりはるかに年がいく見えてしまう服たちが着ることが多いんですよ。それもね、イリーナの魅力かなと思って、それを見てまたゆきのちゃんに見てもらいたいなと思ってるので、またいつかファンミーティングがあったら絶対に来てください。イリーナの元に会いに来てください。絶対約束なので、楽しみに待っててください。この時期もありがとう。はい、お次が、あやのー、ありがとう。2枚買ってくれて嬉しい。はい、ということで、1枚は、あやのとデートの待ち合わせしてる時の感じ。あとは、イリーナが、大人っぽく振り向いてる感じ。そう、今回の衣装じゃない。今回の私服はちょっと、大阪と違って真逆の大人っぽお姉さんにしたく、してみました。はい、真逆な感じにしたくてね。可愛い系は一緒なんですけど、そんな感じで。で、しかももう一枚は大阪の時はデートしてる感じになったので、今回はデート前、会う前のイリナの感じ。待ち合わせ中、あやのと、あやの待ち、携帯触ってる感じがもうまんま待ち合わせっぽいなって感じだと思います。あとはもう一枚は本当に、もう、釣ってる感じ、もうあやのを釣りに行ってる感じの時期にするので、楽しみに待っててもらえたらなって思います。結構いいな、お気に入りだったんで、この日の時期。ありがとう、楽しみに待っててください。ありがとう、ラブ。はい、お次が、ちなちゃん、ありがとう。もう声が出ないぐらい、もう本当にもう、ファンミーティング、もう楽しかったなっていう思い出がありましたね、東京も。見て、この日のね、服ね、大阪と違って、ちょっといい女になりたくて、やっぱ東京のいい女ですよ、アピールしたくて、ちょっと東京の女になってみました。そう、東京のね、住んでる人たちって本当に綺麗な人多いから、ね、別に他の県の人が可愛くないとかじゃなくて、やっぱ人が集まるところだからさ、みんなやっぱね、可
可愛い人が集まるんですよ、あそこは本当に。だからそれにいいのもあやかって頑張って可愛くしてみました。はい、って感じで結構お姉さんな感じになったんじゃないかなと思って、超可愛くないですかって問いかけてます。とりあえずもうね、てかもうこれからもいっぱいちんちんにね、いろんな私服を見せていきたいので、あのチェキのコレクターにね、イリナちゃん私服コーナーみたいなできたら嬉しいなって思います。それぐらいなんか私服のねチェキがこれからも増えたら嬉しいなって思います。いつも買ってくれてありがとう。超可愛いチェキになったので楽しみに待ってください。ありがとう。はい、お次がマー君パパ、ありがとう。はい、今回初めてのファンミーティング作れてめちゃくちゃ嬉しかったですね。もうただただひたすらマー君パパがいるファンミってなんか新鮮すぎてやばとかめちゃくちゃ思いました。しかもちょっと遠かったんやけど、でもそれでも楽しんでもらってたし、いいな、マー君パパのこと見てたし、結構写真も頑張って撮ってくれてたから嬉しいなって思って、はい。しかもちゃんといいなのさ描いたあの絵をさゲットしてもらえて、ちょっといろいろあったと思うんだけど、ゲットしてもらってひたすら嬉しかった。思い出に残るファミリーティックになったんじゃないかなってめちゃくちゃ思いました。超嬉しかったですね。ありがとう。本当にこれからもファミリーティックがあったら、多分マークパパもお仕事とか忙しいから、その中でも合間縫ってこうやって来てくれたんだと思うんだけど、これからもいっぱいいろんな思い出作っていきたいなと思います。はい、次はもう5月20日はもう絶対に行くよって言ってくれてるから、5月20日は絶対に会いましょう。素敵ないいカンナギのあのパフォーマンスを見に来てください。ありがとう。はい、お次がダモちゃん、ありがとう。はい、ということで、はい、いい女ですよこれが。もうで今回なんかあの大阪ではね可愛いガーリー系で行かせていただいたんですけど、やっぱり東京ファンミーティングっていうことだったんで、あ、やっぱ東京に住んでもう1年経つんですけど、まあちょっとでも東京のいい女になったよっていう、元からまあいい女なんですけど、まあまあまあさらにいい女になったよみたいな感じの、ちょっとなりたくて頑張って可愛い服を着ました。あの素敵なお姉さんな感じになれたんじゃないかなと思います。喋ればあの全然18歳なんですけど喋ったら全然18歳で、あのトークコーナーとかも全然喋ればやっぱ18歳やなって感じだったんですけど、まあ見た目大事やなって見た目も大事やなと可愛くさせていただきました。ちょっと実際にこれで会えなかったの悲しいんですけど、次で頑張って伝えれるように超可愛いあざとい系のお姉さんに行かせていただいたので、楽しみに待っててもらえたらなって思います。いつもありがとう。楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次で最後です。ゆうすけ、ありがとう。そしてハッピーバースデーということで、お誕生日おめでとうございます。嬉しい、まさかお誕生日お祝いできてめちゃくちゃ嬉しいね。ゆうすけはいいなの誕生日お祝いしてくれたし、盛大に応援してくれたので、いいなもゆうすけのことお祝いしたいので、嬉しい、こうやって言ってくれて。なんかいいな、ゆうすけがハッピーデイってことは、いいなもすごいハッピーデイになるよって感じで、ゆうすけがハッピーバースデーの時は、いいなもハッピーバースデーのように素敵な一日になるあの気がしてたので、超楽しかったこの日も。はい、素敵な一日になったんじゃないかなと思うし、ちゃんとあれだよ、ツイッターの風船飛んでるところ見たからね、ゆうすけの。お、飛んでると思って、何歳になったのかなと思って。そう、いいな、何歳だったっけゆうすけ、なんかちょっと年齢忘れちゃった。また教えて、何歳になったか。そうそうそう、なんかゆうすけでもなんか割とあのいいなと話してる内容がやっぱいいなやからさ、やっぱアホなことしか話してないから、内容のな話の内容がない話しかしてないから、なんかね、大人やなーって感じるとこがあんまないって言ったら失礼やけど、同じ位置で話してくれるからいつも年齢不詳に見えますね。はい、そんな感じで、まあずっと年齢不詳な感じでいてくださいね。はい、感じでこの時期も楽しみに待っててください。いい一年にしましょうね、これから。ありがとう。はい、ということで、いいなの時期買ってくださった皆様ありがとうございました。東京ファンミーティングもめちゃくちゃすごく素敵な一日になりました。もう大阪東京とね、2日間に2回ともねファンミーティングやらさせていただいたんですけど、やっぱりね毎回こうやってみんなが来てくれて本当に愛されてるなと思ったし、これからもっともっと頑張っていかないとなって改めて思ったし、みんなのことを絶対に武道館に連れて行きたいなと思ったので、これからもついてきてください。本当にありがとうございました。それではネクスト。